輝け日本のメカニック。この番組の一番の主役、車の安心安全快適を支える重要なお仕事、自動車整備士を掘り下げていくコーナーです。本日は整備士八野八さんにお話をお伺いしようと思います。ひなみちゃん、よろしく。はい、メカニック応援サポーターの森ひなみです。早速インタビューしていきたいと思います。こんばんは。あ、こんばんは。お、こんばんはってことはどこの出身の方ですか？私大阪に住んでます、八野八と申します。よろしくお願いします。いい、私も今日はそれでいこうかな。こんばんは。こんばんは。ではまずはじめに、芸能人というか有名人で誰に似ていると言われますでしょうか？そうですね、若い頃ちょっと嵐の大野くんに似てるなってよく言われました。 おなんか反応がいいね。ということはメカニックでも嵐を巻き起こしたいと。いや、もうそうですね、もうメカニック業界で嵐を巻き起こして、いいですね、一世を風靡したいなとは思ってました。いい意気込みでございます。ではね、いい、休日は何を過ごしてますか？何をして過ごしてますか？す、ね、間違いない。大丈夫です。まあ、休日は特に私、RX8 に乗ってまして、マツダの、はいはいはい、でそれでドライブしたり、まあ、あと釣りが趣味でして、海の方に出て海釣りとかで、まあ、それ以外ちょっとインドアなんですけど、ゲームとかやったりしてますね。はい、RX7 ですか？RX8 ですね。8の方です。何を聞いてたの？どういった形のやつなんですか？かっこいい車ですよね、マツダのね。そうですね、セダンというか、まあ、クーペ型でスポーツカー、ロータリーエンジンを積んでる車で、もうすごく私愛着持って6年ぐらいですかね、もう乗ってますね。にも結構年季が入って、はい、もうでも意外と年季にしたら綺麗だなってよく褒められるんで、まあ、やっぱり整備士だから自分で綺麗にしてるってことですか？それもありますし、やっぱり月一の洗車とか、まあ、長い時4時間ぐらいかけて、本当に4時間、4時間も洗車してるんですか？鉄粉取って、ホイール磨いてとか、ワックスがけとかしてたら、なんか気づいたら4時間ぐらい経ってますね。すでは、あの、整備士を志した理由を教えてください。はい、もうこれめちゃくちゃ単純なんですけど、車が好きだったから、ちょっと整備士になりたいなと思うようになって、もともと建築関係のところで働いてたんですけど、もう思い切ってそこを辞めまして、専門学校に、ま、通いまして、その整備士を志しました。あ、じゃあ一回社会人やってから、途中で戻ったんですね。はい、で、今、ちょっとそのディーラーの某、国産車ディーラー M 社でちょっと名前伏せさせてもらうんですけど、3年勤務してました。あの、何がきっかけで車を好きになられたんですか？そうですね、社会人になってからなんですけど、ちょっと祖父から車譲り受けまして、それがミラーだったんですね、ダイハツの。はい、その車検の時に近所の車屋さんに車検入庫したところ、その車の整備工場のオーナーさんがすごく車好きで、ちょっと八野君この映像見ていってって言われて、 D1 とあと GT とスーパー GT との DVD を見せられ、そこからちょっと車好きの沼っていうんですかね、そこにはめられた感じです。では、あの、次の質問なんですけども、はい、いい整備士と悪い整備士はどんな整備士さんだと思いますか？そうですね、個人的にいい整備士っていうのは、やっぱり車のニーズ、使用用途に合った提案ができるお客様に対して、ついここ、あ、その使い方ならこの、部品が劣化してるからこの部品変えた方がいいんじゃないですかとかの提案と、まあ、素早く正確に整備ができるですね、のがいい整備士で、悪い整備士は、まあ、言われたことしかできない、で、部品交換も言われないと気づかないとかの整備士はちょっと悪い整備士かなとは個人的には思います。では、整備士あるあるを教えてください。そうですね、私も国産ディーラーに勤めてるんで、ちょっとディーラー整備士あるあるの一つ言いたいと思うんですけど、はい、まあ、他の町工場さんの車屋さんで整備された車がその故障した時だけディーラーを頼って入庫してくるっていうケースが結構あります。やっぱ、まあ、やっぱちょっと高いからっていうのもあるんですかね、ディーラーだと。まあ、そうですね、やっぱり値段が高いと、あと何でか敷居が高く思われがちっていうのがあると思います。ディーラーって入庫し
しづらいなと思ってる人は意外といるんじゃないかなとは思ってます。うんうん、なんね、では整備士としての今後の夢や実現したいことを教えてください。そうですね、まあ、国産ディーラー勤めてた時にちょっと感染症の方で技術大会とかが中止になってしまって、はい、本当はそれをに出たくて志してたんですけど、うん、あとまあ資格とか検査員の取得をしたかったなっていうのがあります。まあ、検査員はねまだトライできますよね。もう無理なんですか？いやまだ可能っちゃ可能ですね、うん、はい。まあ、将来陸運局とかで働けたらなとか、うんうん、思ったりはします。では最後になんですけども宣伝などありましたらお願いいたします。はい、そうですね、ちょっと私 YouTube の方で VTuber というもので活動させてもらって、はい、VTuber って何ですかね？はい、まあちょっと簡単に説明させていただくと、うん、その二次元アバターを使ってその YouTube 上で配信とか動画投稿を行ったりする人のことを VTuber、まあ、バーチャル YouTuber ですね。はい、まあ、知ってる人もいらっしゃるかもしれないですけど、うんうん、まあ、そこで私車の雑談配信とかだったり、あと車の雑学とか役立つ情報を動画の方で投稿してますんで、はい、よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。おー、なんて検索すればいいですか？うんうん、8の8で8の8野原のの、あと8はカタカナです。なるほど、8の8って可愛いですね。可愛いね、うん、ありがとうございます。あ、すごい喜んでもらえた。 では本日は嵐の大野さんにの整備士8の8さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。 FM924 AM1422 ラジオ日本メカニックを社会の主役に、メカラジ。